日本語日本文化教育学プログラムでは、国内で日本語の支援を必要とする人や国内外で日本語を学ぶ人たちに専門的な知識を持って対応できる人材を育成しています。だから今の質疑応答なんだけど、録音をしてたとしたら曲がらないです。説明してください。説明できない。アリストテレスが言ってることっていうのは今ほとんど否定されています。まあそれはそうです。例えばアリストテレスが天体は深淵で曲がるっていう。つまりあの時代円というのは特別な形だったんで、その星空は円で曲がるはずだっていう。それが1500年以上信じられています。あとはその外的な条件として、例えばどういう機器が使用できるかということですね。でも教室の中で、まあ、要するに何があるのか、例えばこの教室だったら、プロジェクターがあってスクリーンがあって、まあ、こういうパソコンをつなぐことも可能だ。いろいろな論文を調べましたが、一番新しい の中国人学大学生を受けた日本事情の飯田翔さんの方が、まあそれがだから大きいのか大きいのかで、英語でいうシスターみたいなのにこれが入ってて、歯茎のこの辺です、この側につけてみたいな感じ。外国人で弁護士資格を持ってて、日本でそういった法律関係の活動をしますという人です。まあ、医療、研究、教育、この辺りもいいかと思います、はい、技術、人文、知識、国際業務、まあ、これ字面だけ見るとなんじゃこれっていうのもあります。これも後で解説します。企業内転勤、これは日本に 本社があって、まあ、外国に支社がある。それからもう一つ学べない状況っていうのがあって、例えば日本に来ている語学の方が下のこの正常期の聞こえない部屋を理解する上で使えそうな概念ありますかの、うん、日本という国語は7世紀末に決まったっていうのは書いてありましたよね。そしてそういう重要な差によって意味付けられていってるわけですよ。本コースの卒業生や大学院の修了生は日本語教員、中高等学校教員、大学教員、民間企業、公務員などの職業に就き、日本国内はもとより世界の各地で幅広く活躍しています。